私はパニコ、27歳、会社員をしています。高校卒業を機に一人暮らしを始めて、今は自由に楽しく暮らしています。父は幼い頃に病気で他界してしまったので、高校までは母と2歳下の妹、エリコと3人で暮らしていました。母が女手一つで、私たち姉妹を育ててくれました。そのこと自体にはとても感謝しています。でも、私は決して愛されて育ったというわけではありません。だって母が愛しているのは妹のエリコだけだから。何でもエリコは超難産だったとのことで、生まれてからも入退院を繰り返していました。そのため幼い頃から散々手もお金もかけてもらって育ちました。父も母も体の弱いエリコを不憫に思ったのでしょう。エリコの願いは何でも叶えてあげるようなスタンスで子育てしていたんです。片や私は超安産で生まれてからも病気知れずの健康な体に恵まれました。そのためほとんど手がかからない私のことは放っておいて、両親はエリコの世話に夢中になっていたんです。父がいなくなってからも母がエリコばかりを溺愛するのは変わりませんでした。その結果、エリコはわがままで強欲で浅はかな人間になってしまったんです。母も同じ穴のムジナ。こんな二人から逃れたいという一心で高校までは実家にいましたが、卒業と同時に家を出たんです。そんな経緯があり、私は実家も母も妹もあまり好きではありません。特別な用事がない限りは連絡もしませんし、帰省することもないんです。ですが最近になって、どうしても母やエリコと関わらなければいけない事態が発生しました。なんと、あのわがままで偏屈なエリコが結婚することになったんです。パニコ、来週末うちに帰ってらっしゃい。エリコが結婚することになったのよ。家族でお相手のお宅にご挨拶することになったから、一旦うちに帰ってきて。ああ、そうなんだ。ちょっと、反応はそれだけ？たく、あんたは相変わらず可愛げのない娘ね。おめでとうの一言もないの？ああ、そうね。おめでとう。後でエリコにも連絡しておくわ。お相手がすごい方なのよ。あのパニコーポレーションの御曹司なの。美人のエリコにぴったりの相手よね。あんたと違ってね。ああ、またそういう話？あら、悔しいならあんたも見つけてみなさいな。エリコのお相手のレベルのような男をさ。ま、パニコじゃ無理だろうね。はいはい、私忙しいから、当日は挨拶だけしたらさっさと帰るから。いいわよ、別にこっちだって今回の挨拶以外にパニコに用事なんてないし。こんな感じでたまに会話をしたと思ったら、やっぱりどうしようもなく嫌な気持ちになってしまったんです。本当に関わりたくない。でも私は一応エリコにも連絡を入れてみました。お母さんから聞いた。結婚するんだって。おめでとう。ありがとう。相手の話は聞いた。玉の腰よ、玉の腰。友達の紹介で知り合ったんだけど、この美貌とカモにされる知性に一目惚れしたんだって。あ、今の何？カモにされる知性？もしかして醸し出される知性って言いたい？え、ああそうよ、それそれ。こんな女のどこに知性を感じたんだろう。相手の方の人を見る目を疑いました。まあ武器にできる美貌も知性もないお姉ちゃんには、こんな幸せをつかむのは一生無理でしょうね。生まれてくる時にいいところ全部お母さんのお腹の中に置いてきちゃったのかな。本当に、あんたら親子と関わるとストレスたまるわ。面倒ではありましたが、私は仕方なく挨拶の当日、エリコの結婚相手の家に向かうことにしました。しかし事件はそこで起こったのです。すいません、父も母も急な仕事が入って同席できず。いえいえ、お構いなく。お忙しいんでしょうね。だって社長夫妻ですからね。ご両親とはまたの機会にご挨拶させていただきますので。本当にすいません。それではこちらの部屋で少々お待ちください。今お茶を用意させますので。はい、ありがとうございます。浩二さん、ありがとう。浩二さんというエリコの婚約者はニコッと笑って応接室を出ていきました。しばらくすると、私たちがいる応接室のドアが少し開きました。そして中に犬が入ってきたのです。はあ、ワンちゃんかわいい。おいでおいで。って、え、嘘。お母さんこれ見て。ほら、この子の首輪、エメラルドがついてる。え、本当かい？これ売ったらどれくらいになるのかな。ああ、ちょっと
売ったらって何考えてんのよ。バーニー子、大きな声出すんじゃないよ。お前は黙っておいで。確かに大豆サイズの大きさだけどエメラルドだもんね。売れば高価になるわよね。これなんか取れそうだよ。ここんとこ外れそうだからもらっちゃおっか。ちょっとやめなさいよそんなこと。うるさいな。どうせ犬も家も全部いつか私のものになるんだから。だからって盗んでいい理由にはならないでしょ。それにそんなのすぐバレるに決まってるよ。犬の首輪なんだからその辺に落としたぐらいにしか思わないでしょ。ほら外れた。よしやった。売った儲け分はお嫁に行く前に私にも分けてね。もちろんよ。お姉ちゃんにはあげないからね。いらないわよ。それより返しなさいよ。やだ、もう私のもんよ。私とエリコが押し問答をしていると、そこにコウジさんがお茶を持ったお手伝いさんを伴って戻ってきました。お待たせいたしました。ああ、ミント、この部屋に来てたんだね。すみません、これは失礼いたしました。この子はうちで飼っているミントです。何かご迷惑をおかけしてなかったですか？いいえ、とっても可愛いワンちゃんで。ほんと、人懐っこくて癒されたわ。一緒に住めるのが楽しみ。なんとかごまかす二人を横目に、私はお茶をすすっていました。まあ、私が言い出せなくても、すぐにバレるとは思いましたからね。案の定2時間もすると、母から焦ったような連絡が来ました。大変よ。コウジさんからエリコに連絡が来たらしいのよ。犬の首輪の宝石がない。挨拶前にはあったけど知らないかって。あれ、コウジさんのお母さんの趣味でつけたんですって。だから言ったじゃないの、やめろって。エリコは知らないって言ってるみたいだけど、きっと私たちのこと疑ってるわよね。当然でしょうが、ややこしくならないうちにさっさと謝った方がいいんじゃない？そんなことしたら結婚が破談になっちゃうじゃない。だからあんたが盗んだことにして。はあ？何言ってんの？どうして私が？盗んだのはエリコなんだから正直に言わせなよ。エリコがやったなんて言ったらエリコの人生が狂っちゃうじゃないの。あんなの知らないよ。自業自得じゃん。あんたが盗んだってことになってもあんたには大して影響ないでしょ。どうして私が罪をかぶらなくちゃいけないのよ。それにさ、そもそもそういう問題じゃないでしょうが。母と口論になっているうちにエリコからも連絡が入りました。内容は母と全く同じこと。私に宝石泥棒の罪をかぶれって。無実の罪で泥棒扱いされたらたまったもんじゃありません。逮捕歴だってついてしまいます。もう我慢できない。ありえない。私の堪忍袋の尾はバチンという派手な音を立てて切れてしまいました。頭に来た私はコウジさんに直接 LINE しました。実は挨拶の時に一応親族だから万が一の時にということで私も連絡先を交換していましたからね。おじさん、お話があります。バニコさん、先ほどはありがとうございました。で、どのようなお話でしょうか？ミントちゃんの首輪についていた宝石のことです。エリコ、知らないって言ってたんですよね？そうなんです。ただただ犬の首元にネイルストーンがついていたんです。エリコさんは爪にいろいろとつけていたような気がしてまして、ただ本人が知らないというので。コウジさんの方ですでに手がかりがあるのであれば話は早い。私は事実をありのままに伝えてあげました。ついでにエリコと母の本性も一緒にね。それエリコのネイルストーンです。やっぱりそうでしたか。止めたんですけどね。あの子、私の言うことは一切聞きませんので。なるほど。で、母がバレそうだから私に罪をかぶれって。そんなこと？実のお母様が？ええ。コウジさん、あなたのようなご立派で誠実な方がエリコで本当にいいのでしょうか？私はコウジさんのためにも幼少期からの私の家族の関係や環境をコウジさんに詳しく伝えました。エリコの知られたくない過去も全部ね。そうですか。ちょっとショッキングな内容ですね。今からエリコさんのお宅に伺っても大丈夫そうでしょうか？
はい、今なら家にいると思いますので私も向かいますね。ええ、じゃあ僕はこれから1時間ほどカメラを見てからあちこちに連絡して。こうして私とコウジさんはあれこれ相談の上私の実家へ向かいました。お話はパニコさんから伺いました。エリコさんが石を盗んだんですね。違うわ、盗んだのはお姉ちゃんよ。ほらお姉ちゃん、コウジさんに謝ってよ。そうよ、なんてことしてくれたの。この後に及んでも言い逃れをしようとするのですね。違うんだってば、信じてよコウジさん、やったのはお姉ちゃん。僕は防犯カメラの映像をすべてチェックしましたよ。我が家は24時間家の中も外もすべての敷地内で防犯カメラが作動しています。もうお姉ちゃんが取れって言ったの、パニコがね私に盗めて命令してきたのよ。ちょっとそうよ、パニコは昔からそうやってエリコに何でも盗ませて。私の親族に科捜研に勤めている人間がいましたね。パニコさんが主犯格であれば当然エメラルドはパニコさんの手に渡っているはずだ。ということはパニコさんの指紋がついているはず。指紋を調べることも可能ですが。僕が被害届を出せば窃盗罪で家宅捜査も視野に入ってきますね。エリコさん、では僕と一緒に被害届を出しましょう。え？パニコさんに無理やり命令されて盗みを強要された挙句罪をかぶれと言われたのですから、虚偽告訴罪や名誉毀損、侮辱罪あたりでパニコさんを懲らしめることができますよ。ちょっと待てよコウジさん、何もそこまで。いえ、僕の気が収まりませんよ。だって婚約者がこんな目に遭わされているんですから。お母さんはどうして実の娘がこんなにひどい状況なのに何もそこまでしなくてもいいなんて悠長なことを言ってられるんですか。私はあたふたする母ともうガクブルの妹を見て笑いが止まりませんでした。一生懸命笑いをこらえて母と妹にとどめをさせてやりました。情けないわね。あんたらさ、どこまで間抜けなわけ。その石レプリカだから。レプリカ？本物のエメラルドだったらもっとすごい輝きでしょうが、どれがどう見たって本物の宝石じゃないっつーの。そんなこともわからないくらい金に目がなくて強欲でがめつくて銭逃げ場なんて恥ずかしい。そんなレプリカだって知ってたら盗まなかったのに。うちの母が趣味でつけたんですが、いくらなんでもわざわざ首輪のアクセサリーに本物を使うなんてことはしませんよ。そんな、レプリカなら、なんでわざわざ犯人探しなんてすんのよ。レプリカだから盗んでいいという言い訳にはなりませんよ。鉛筆一本だって、盗みは盗みじゃないですかね。他人のものを勝手に盗んで売るのは良くないですよ、エリコさん。それに、娘が盗んできたものと知っていながら、自分も利用するのもよろしくない。ふざけやがって。あらあら、いつもの素が出ちゃってるよエリコ。ったく手癖が悪いんだから。あのね、あんたが昔から手癖が悪いってこともお母さんがどうしようもないドキュン母親だってこともコウジさんに一通り説明してあるからな。それでコウジさんと相談して一芝居打ってみるかってことになったの。まさか私が主犯格になる展開に発展するとはね。すぐにアドリブ聞かせられなくって、なんて情けない声出しちゃったわよ。くっそー、ダメやがって。じゃあとは警察さんと仲良くね。いじし、防犯カメラ映像と警察による捜査の結果、エリコが真犯人だということが正式に証明され、石がレプリカであるとはいえ妹は窃盗罪、母は隠匿罪で逮捕されました。もちろん結婚は破談。それに浩二さんは慰謝料を請求しているそうです。あの二人にはいつか復讐してやりたいとは思っていましたが、まさかあいつらの自業自得であいつら自身の人生の転落を招くとは。今度こそあんな強欲で浅はかで嫌味な人たちと縁を切ることができて、あーすっきりした。これからは真の意味で自由な一人暮らしを楽しむつもりです。コウジさん、この度は妹と母がご迷惑をおかけしましたね。いやいや、パニコさんだって被害者ですからね。まあそうですけど、でもねコウジさん、いくらレプリカとはいえ紛らわしいものを犬の首輪につけておくのはちょっとどうかと思いますよ。ですよね。
僕も母も今回のことはちょっと反省してます。ミントが誤って食べちゃったら困るからって食べられる素材で作ったエメラルドのレプリカをわざわざ作ったんですが。え、そうなんですか。それはそれでなんかすごいですね。で、反省したんで宝石のレプリカつけるのやめました。それがいいですね。今度は純金のチェーンアクセサリーを首輪につけることにしたんです。やめて、懲りないな、いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。